皆様ごきげんよう。ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、猫の写真が日々の癒し、山本です。今回は10月に出されましたラトルズの動物撮影の教科書を紹介いたします。早速この本を担当した杉山にお話を聞いていきます。よろしくお願いします。さて、この本はどんな人に向けて発行されたものなんですか？はい、犬や猫などペットの写真の撮影がどうなりましたか？でも、ただカメラを向けるだけでは、その時に撮りたいなと思った魅力的なシーンをうまく捉えることっていうのは難しいものです。でも、ちょっとしたコツや基本知識があれば、もっと魅力的に動物の写真が撮れるようになります。また、ペットだけでなく野生動物まで広げて、さまざまな動物を撮りたい人に向けて、動物撮影の総合的な解説書というつもりで、はい、それでは、この本の特徴は何ですか？この作品ですね、まず、ネイチャーズ、ベストフォトグラフィーアジアというですね、国際的な動物と自然の、写真のコンテストがあります。これの優勝作品を、ふんだんに使っています。こういうようなギャラリー形式で紹介したいと思います。これはすべてその国際コンテストで入賞した写真です。一つ一つ非常に表情が、動物が本当に好きな人たちが撮った写真だということがよく分かる、見ていて楽しい写真です。こういうような写真そのものが魅力的なもので構成されており、またその、ペットと、動物園と野生動物と3段階に分けて、テクニック、撮影テクニックを、4から上級まで、ステップアップして解説をしています。これも、ネイチャーズベストフォトグラフィーアジアの日本の入賞作家による解説になっています。その楽しみでまた、写真撮影の、テクニックが、学べて結果になるということです。そうですね、すごい写真がいっぱいで見てるだけでもすっごい楽しいです。最後に何かメッセージをお願いします。はい、本当にこの動物の作品の写真作品の魅力というのはものすごく大きいですね。でこれは本当に写真集としても楽しめる、もうずっと見ていたい写真がいっぱいでですね、動物が好きな人にはとても嬉しい写真がたくさん掲載されています。動物が好きな人は本当に楽しめる本ですので、ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。ありがとうございました。こちらのラトルズより出版された動物撮影の教科書は全国書店、アマゾンでお買い求めになれます。ぜひ買って読んでみてください。以上、ナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。